アムシャープの題名のないラジオ会、あの虹を渡って、7回目なので7の主題歌を歌いました。そうですよ、始まりました。ボケるね、どうも。いや、そんなに誇らしげな顔しないでください。ドヤじゃなかった。ドヤだったよ。 すごいよ、うん、で自己紹介、自己紹介しましょうか。はい、我々プロダクション人力車という楽団に所属するファノシャープというお笑い芸人です。そうです。私が指揮者の河合拓人で、私がオーボエ奏者の渡辺オーケストラです。二人合わせて。いや、そういうのやったことないだろ今。ファノシャープ。やったことない、やったことないし、あの一回拍手しようとして手を合わせたよね。今のはちょっと祈ったの。何祈ったの。うまくいきますようにってちょっと祈っちゃった。なんで祈った。絶対嘘。本当は、本当は握手しようとしたでしょ。うん。そうです。うん、じゃないな。ということで、7回目ということで、うん、7回目になりました。いつもね、あの、この数字にまつわるトークをしようということで、ラッキーなね、そんな時もあったね。7といえば、ラッキーセブンだ。ラッキーセブンということで、ラッキーな話をしようと思ってね。おう、なんかあんの、ラッキーな話。私はね、ないよ。悲しいじゃないのよ。泣くんじゃないよ。私ラッキーな話ないんだけど、これさ、あのなんかラッキー、いやでも確かにこれラッキーな話なんかあるって聞いた時に、渡辺オーケストラがラッキーな話出てこなかったもんね、うん、いやアンラッキーでもないんだもんね。そう、アンラッキーでもないの。あれそのエピソードとして話せるような、うん、ほどラッキーなことがないよね。まあ強いて言うならこうやって今お笑いできてることかな。これをずっとやってる。毎回やってるこれ。うん、そんななんかかっ、えこれ早くエピソード話しなよ。なんだよそれ。いやでもラッキーといえばね、俺のあの、一番最初に浮かんだのが、うん、あの検証あるじゃない。はいはいはい、検証、うん、あの初めて月刊ジャンプ の、あの、うん、読者プレゼントの検証に応募したら、おゲームソフトが当たったっていうの。すごいじゃない。もうラッキーでね。あの月刊ジャンプってあのなんか少年漫画みたいなやつ。いやもうジャンプといえばそうなんだけどさ、お茶漬け知ってるのは週刊ジャンプだから。いやの月刊バージョンあって、今はあのジャンプスクエアっていうね、別 の、あの名前に変わったんだけど、うん、まあ、当時その買ってたやつが初めて応募しようと思って、うん、すごいね。で、あの応募したらゲームが当たったんだけど、そのゲームが、うん、蚊っていうゲームだったんだね。あの腕があって、あの蚊が一匹止まってる。蚊ってあの虫編にあの ふみって書く蚊。ブンとは言わないんだ。ふみというタイプね。あ、いや、まあそうそうそう、あの蚊があって、まあ簡単に説明するとそのゲームが、何そのすっごいゴミゲーの匂いするんだけど、何。いや、確かにゴミゲーって思われるけど、思われるかもしれないけど、まあ自分が主人公として蚊となって、うん、あの一家4人家族だったかな、うん、の、うん、あの家族の血を吸うっていう。ゴミゲーじゃないか。いやでもこれ一瞬ゴミゲーかと思うじゃん、うん、まあもちろんスリルかね、バレないように血を吸わなきゃいけないっていう、今流行ってるね、こうあのこう兵士のやつもバレないように、モバゲーの話してるじゃない。モバゲーの話してない。あの携帯の無料ゲームでできるクオリティの、ミクシーのあのなんかあの怪盗なんとかのゲームとかじゃないから。じゃないの。じゃないよ、もうプレステ2のゲームなんだから。プレステ2でそんなゴミゲー出してんの。いやでもこれゴミゲーって言われるじゃないですか、うん、これめちゃめちゃ人気で2まで出てるから。 2が出たの。まあ、にあの1が日本人で、2があのアメリカ人、3はアフリカ人とか全然。いや全然あの国をいろいろまたいでるじゃん。なんかあとアフリカで蚊のゲームは怖い。そう、今の病気のように病気怖いゲーム出ちゃうから。急に3からゲームの要素がホラー寄りになったね、このゲーム。チースって人を殺めるとかそういうゲームじゃない。じゃないの。じゃなく、もう家族も普通に4人、日本の家族はまあかゆいかゆいってなるだけなんだけど、ゴミゲーじゃん。いやだけど、なんで流行ったの。あの家族構成がお父さん、お母さん、うん、お姉ちゃん、弟、4人家族、うん、思春期の男の子がね、この血を吸うってゲーム、今の家族構成で聞いたらさ、うん、お姉ちゃんのね、うん、血を吸いに行く、うん、こら2出るよな。はあ、エロゲーか。エロゲーではねえけど、ね、エロゲーではねえのか。エロゲーではないんだけどね、あのどの、 あの層もできるゲームなんだけど、うん、でもエロ要素はある。だって思春期の男の子的にはエロってなった。当時だってプレステ2のさグラフィック、うん、こんなに綺麗なのってなんだろうと。プレステ2あんまりやったことない。あ、でもさ、あの、64の、あの、うん、あのスマブラ好きでしょ。スマブラ64からさ、ゲームキューブのスマブラの時のさ、あ、確かにすごいでしょ。すごいグラフィック綺麗になったよね。まあ、あのスーパーファミコンからプレステーション、うん、プレステ2になった時のグラフィックすごかったじゃん。スーファミやったことないから分かんないけど。
こいつと話すのやめようかな。へじゃねえの、女性の笑い方じゃないの。うっかり八兵衛の笑い方。いや、うっかり八兵衛はそんな感じの笑い方だけど、うん、女性の笑い方した方がいいよ。カーババババババ。カッカで行くかと思ったらババババババって言う。その笑い方しちゃった。知らないよ。いやでもね、その女の子の、もうあの高校生ぐらいの女の子のキャラクターだから。ああなるほど、ちょっと年上のお姉さんの血を吸いに行ける。そうそう、もちろんスカート履いてるよ。スカート履いてて、ってことはミニスカ履いてる女の子、太ももをいっちゃうってことか。太ももの内側を吸うよ。内ももいっちゃうってことか。内もも吸いに行くんだよ。なるほどね。ああこれはこれは神ゲーだって俺はなったよね。で最初はあの弟からだ。でも弟は楽勝なあの油断してるから。うんうん、でお姉ちゃん行って、お姉ちゃんも寝っ転がって油断してるから楽なんだけど、うん、やっぱほら難易度ももちろん上がっていくのゲーム、うん。もうあの後半のお姉ちゃんはすごいよ。もう完全防備状態で、あの手首の隙間とかから吸わなきゃいけないから。むず。でめちゃめちゃ怒ってるしね。やばい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 、殺すです。おいその強さで。でも鉢巻き巻いて部屋でこうやって構えてるお姉ちゃんは。うん、俺ちょっとやっぱゲーム要素強いなと思ったけど。確かに全然エロくないじゃん。いや全然エロくない。まあ、エロゲーじゃないんだもん。エロゲーだったらもう水着で、あそっか、もう5人10人出てくるけど、うん、全然もう、エロゲーじゃない。エロゲーじゃないところに、そのエロの要素をちょっと見出すのが思春期ってやつ。そうそう。もうあの、初期のお姉ちゃんの面しかやらなかった。あしかやらない。しかやらなかった。すごいな。でも無料でそういうゲーム当たったのはいいな。でもさ、ゲームでね、うん、家庭あったけどさ、うん、まあ普段の顔は嫌だよね、もちろんね。うん、嫌ですよ。うん、でもね、渡辺は。でもね。嫌でしょ。あなた大型でしょ。だから結構刺されるじゃない、多分。大型の人って刺されやすい。まあまあまあ、刺されなくはないよね。あそう言うよね。うん、でしょ、うん、渡辺オーケストラ AB 型なんですけど、あのね。そんなんじゃないのよ。そんなじゃないのよ。こんな初期的なお笑い好きじゃない。好きじゃ、まあ、嫌いじゃないか。あのね、うん、うち20代まで、はいはい、蚊にほぼ刺されない人だった。AB 型って刺されないの？わかんない。刺されづらいのかな。わかんないんだけど。あ、そうなんだ。一シーズンあるじゃん。一夏。うんうん。一シーズンあるじゃない。一シーズンくらいわかるよ。あ？一夏ね。一夏あるじゃない。うん、私本当に片手で数えられるぐらいしか刺されないの。まあでも。すごくない？ね、蚊が出てくるの大体6月後半ぐらいからな。だからもう秋に口にかかるまで、で本当に3、4箇所ぐらいしか刺されないのよ。あ、そうなんだ。だから全然、なんか、虫刺されとかの薬もここも買ったことないし、なんかみんなが、うわ、また刺された、かゆいかゆいってやってるのを見て、うん、大変そうだなと思ってたの。うん、全然刺されないの、私は、みたいな、うん。ところがどっこいすっこい。誰？あ、誰？ところがどっこいすっこいって何？ところがどっこいどっこい。ああ、どっこいどっこい。はいはい。30代になった途端に、うん、めちゃめちゃ刺されるようになったもん。まあでもなんかネタ合わせとかしてる時も、うん、また蚊に刺された言ってるでしょ。ああもう刺されたはっって言ってるでしょ。言ってる言ってる。そう、私今本当に今まで刺されたことがなかったの、ほぼ。そうなんだ。30代に入った途端に、うん、もう本当に多分普通の人なんならそれ以上ぐらいに刺されるようになったのよ。なんで？でこれはなんでなのかなって思って、うん、私が唱えてる説がこちらっていうね。急に番組っぽくなる。何ラジオなの。蚊は20代とかの若い子より、ちょっと熟した女が好き説。どう？これ。あんま渡辺オーケストラ熟してるなと思わないけどね。いや、ほら、体内は熟してるのかもしれない。体内は見た目はそんな熟してないけど。そうだ、俺も渡辺オーケストラ味わったことはないからね。でしょ？その体内のチームは、見た目はまだ全然そんな熟女ではないかもしれないけど、体内の血はちょっと熟女に入ってるのかもしれない。だって本当によ、30になった途端に刺されるようになったの。いやちょっとその説異論がありますよ。何ですか？30代になってからでしょ。うん、私と組み出してから渡辺オーケストラが美味しくなったのかもしれない。俺が渡辺オーケストラを。ちょっと待って、お前何様だよそれ。いやでもさ、でもさ、お笑いライブで集まって、うんうん、渡辺オーケストラ最近なんか綺麗になったよねとかさ。同期のね、芸人さんに言われるでしょ。ありがたいことに。でもそれって俺と組み出してからでしょ、うん、やっぱ、渡辺オーケストラ俺と組んだ、綺麗になる、女性として綺麗になる、うん、それに気づいた蚊が吸いに来る。おぉ蚊は、綺麗になった やっと俺の基準になったなの感覚で吸いに来てんだと思う。めっちゃ蚊偉そうじゃん。その蚊に舐められてる。違う違う違う。蚊が、やっぱほら、いい
女を吸いたいって気持ちは分かるのもないでしょ。でもそうだよね、さっきのゲームじゃない、ないけど、うん、やっぱその弟が興味ないけど、うん、お姉ちゃんの血吸いたいわけでしょ。だからやっと渡辺オーケストラはこう女性として認められた。カニ？カニ。え、それでもカニ？でも蚊は、でも女の子だから。蚊自体はメスだからさ。そうじゃん。蚊って女の子だよね。そうだよ。だから別に渡辺オーケストラは女性として魅力が上がったんじゃなく、人として、あの、人として、もしかしたら人として、人間力が上がった。人間力が上がった。それまで。え、待って、私どんだけ20代の頃人間力低かったんよ、それ。人間力が低いからかも、あ、これは、あの、子供を産むための栄養にはならないなと。こいつの血はダメだ、ダメだ。こいつの血栄養って。よくない、よくない、よくない、つって、マジマジ、つって。別に30代になってか美味しいもの食べるようになったわけじゃないでしょ。じゃない、全然別にそんな生活は変わってないけど、うん、でもそうだよね。確かにファのシャープ、今、結成4年目に突入したんですよ。うん、3年目。で、今私33歳でしょ。うん、あるな、その人。だから、あの、渡辺大草の血を美味しくしたのは私です。ちょっとやめてよちょっとやめてよじゃないよ。だからこれから、うん、渡辺大草どんどん血美味しくなると思う。だからどんどん、実験でしか、実験でしか見たことないぐらいのあの蚊の量が渡辺大草にこう。マジでこうぐらい。夏場私なんかまとってないあいつも。でも蚊って確か、あれだよ、何回か刺されると刺さなくなるんだよね。うん、渡辺オーケストラに対して、一人人間に対して何回か刺した状態の蚊は吸わないんだって。なぜかというと、ほら、快味成分みたいな、なんかそういうのが、うん、あれ、蚊には分かるらしくて、なんかあんま吸いすぎてる人間は吸わないんだって。え、なんか自重してくれるのそこ。あ、この食事は何人かいただいてるな、やめとこう、みたいな。あー。みたいなのは確かあるって実験見たことあるよ。なんか突然刺されなくなるみたいな。何それ。最初は刺すんだけど。新規開拓したい蚊は。馴染みの店には行かねえよみたいな。でもほら蚊自体は別々だからさ、新規じゃん、うん、ずっと新規か。だけど何匹か吸った腕は吸わないのって。はあ、変なの。いや、なんで俺蚊の話でこんな10分も話してんの。え、10分も蚊話してる。10分超えてるよ。俺ゲームの話から、あ、そうね、初めて何のゲームやったことあるみたいな、そういう話にしようかなとは思ってたけど。蚊の話になっちゃったね。蚊でこんなに広がると思わなかったよ。ね。だって、ほんと、でもそうなんですよ。だから、今、20代、29ぐらいの子。全然終わらせる気ないやん、蚊の話。え、20代の。20代後半ぐらいの子は、で、今もしそんなに蚊に刺されないんだよね、私みたいな子。覚悟した方がいいですよ。あ、30代に突入する、もしくは、うんうん、お笑いコンビを組んだら刺されるようになりますから、30超えたら。いや、でもこれを聞いてる層、我々一番聞いてる層は50代から60代なんで、ずこーめちゃめちゃ、なんだったらもう吸われなくなってる人たちは聞いてるかもしれない。ああ、そんな時代あったわ、私もみたいな。私もね、お笑いコンビ組んだ時そうだったわって。あ、元芸人さんも聞いてる。このラジオ元芸人さん多分聞いてないかもしれない。聞いてないと思う。そっか。いや、でね、ゲームの話からでさ、うん、初めて何のゲームやった、買った。あー、ね、ゲームボーイポケットの、若い子知らないだろうね。いや、まあ確かにゲームボーイポケット知らない。ゲームボーイ、ゲームボーイポケット、ゲームボーイカラーってあったじゃない。ゲームポケットのさ、カラーバリエーションいっぱいあったもんね。あったね。何色だった。黄色。あー、黄色かったな。俺ブラックだった。あー、ブラックも多かったね。ブラックもだった。うん。意外と緑とか少なかった。緑なんかあったの？緑あった。あ、そう。あれ？赤か。赤とかもあったな。赤はね、ゲームボーイポケットじゃなくて、初代のやつでは赤の人多かった気がする。初代のやつの赤？ゲームボーイの、でっかいやつ。ポケットとか。でかいやつ。厚みがある。あれだってグレーしかないでしょ。え、嘘？あれ赤？え、赤あったっけ？赤友達持ってたんだよな。そしたら赤く塗ってるやつじゃない？どうさ？もしくは、後ろに名前書くやつとかいたやん。渡辺沙織とか書くやついたよ。おー、やめてよ、本名を出すの。いやいや、あなたホームページで本名出てるから。あら、そっかしら。出てるよ。で、なんだっけ、初めて買ったゲームは多分星のカービィ2か、ポケットモンスター初代の緑ね。いや、これ一緒なの嫌だな。俺もポケットモンスター緑だったんだよな。やだ、一緒ですね。最悪だよ。何選んだ、ポケモンは最初。うん、ゼニガメ。うわ、よかった。俺、不思議なんだよ。不思議なんだよ。不思議だね。やっぱグリーンバージョン買ったから。あー、なるほどね。不思議だね。で、周り人影ばっかりだったじゃん。みんな人影だったじゃん。人影じゃない。人影って何？え？人影なの？人影でしょ。そうなん？人影って何？え？人影じゃないの、あれ。気持ち悪い。え？人影なの？人影でしょ。え？人影だとさ、影っぽくなっちゃうな。人影でしょ。人影だよ。え？だって、あれトカゲだよ。人影？
いやだからそうだけどさ、うん、人影え絶対え人影じゃないそれ人夏のイントネーションどっちどっちえどっちが正しいんだ後で調べよう後で調べましょうこれちょっと調査しましょう俺人影って呼んでたえ絶対人影だよだって火じゃん火は火、うんうん、じゃないじゃん火じゃん火だねうんでも火のトカゲだ人影トカゲって言わないじゃんトカゲじゃんいや最初の母音はやめよここで争うのそうだね今、うん、どうせ多数決取っても11そうそう11だから結局わからないからうん結局だってゼニガメって言わないじゃんいやゼニガメでしょほらあだからだからあの方言関係ないじゃん今までそのゼニガメ不思議だねとか言われてないでしょ言わないよ不思議だねでしょ、うん、不思議だねゼニガメと不思議だね一緒なのに、うん、人影は人影とかさいやここに差出なくな い人影の方がさ上がってるから絶対おかしいってうわどっちか聞きてー誰か教えてどっちなんだろうこれ後で聞いてああたらマジか確認しよ う, うもしかコメント欄でぜひあの私はどっちだったよって教えてくださいあ教えてほしいで私はね買ったの、うん、初めてのはあれだよ、うん、スーパーマリオコレクションそれは何 64? スーファミスーファミかスーファミをあの北海道のおばあちゃんが、うん、買ってくれたんだけどああいいおばあちゃんだだけどそれを買う前にうちの親が買ったのか、うんでも一緒だったのか分かんないけどでもスーパーマリオコレクションが多分一番最初に来たうちに来たと思うえ待って親御さんがスーファミを持ってるのいやいや違う買ったよ買ったの買ったんだけどでもな自分がやるために買ったでも今思い出したけど、うん、そういえばおばあちゃん買ってくれた時ドンキーコング2とあのセットのあのドンキーコング2買うとスーパーファミコンの本体がこんだけ安くなりますよみたいなチケットあったじゃんあったじゃって言われてもあスーファミ持ってねえのかスーファミもファミも持ってないのよあのファミリーコンピューターのことファミって呼んでるやついないのファミコンだからいやいや一人で受けないで自分で受けないでなんでスーファミはスーファミなのにさファミって言わねえのいやファミコンは最初からだからファミコンかファミリーコンピューターって名前だあーそうスーパーファミリーコンピューターだからスーファミなんでしょスーファミの、あれだよでもドンキーコング2と一緒に買ってたってことあそういうセット割りみたいなのは今でもあるからねなんかそういうゲームまああるけどさじゃあでもさほらセットで売ってるじゃんああいうのって、うん、じゃなくあのスーパーファミコンあのドンキーコング2買うと中にチケットが入っててそのチケットを出して買わなきゃいけないから面倒面倒とか言うなよしかも期限あったしあれあそうなんだ期限あったよへえー、いやだから どっちかなどっちだろうスーパーマリオコレクションかドンキーコング2かどっちかだねすごいね、うん、スーファミ通ってないから何とも言えないけど、ね、いやでもあースーパーマリオコレクションって、うん、あのファミコンの時のマリオのソフトが6本だか7本だかまとめて入ってるやつだから一度に何個もゲームできるああそれお得ねお得のゲームだったよね、うん、でまあでもドンキーコング2はまあ面白かったあ本当ドンキーコングやったことあるちなみにないねないんかドンキーコングもドンキーコング2もドンキーコング3も知らんのよなのにスマブラでドンキーコング使うん私ね渡辺オーケストラねスマブラでドンキーコング使いなんですよなんでドンキーコングやってないのにやってないけどなぜあの技出すんだろう知らないってこと知らないようわ失礼ドンキーコングにごめんもう二度と使わないでかドンキーコングやってあーねドンキーコング やらないのにドンキーコング使わないで他のキャラクター使ってよカービィ使ってよカービィカービィやったことあるカービィやったことあるカービィ2持ってたでしょじゃあカービィだけもうドンキーコング使わないであーおいあなんで返事がカービィだったの腹立つわでもそうあのさうちあんまりその親がゲームする人じゃないからあーなるほどねその親がそのスーファミとか自分で買ったんでしょ親は多分自分でやるためにまあ私を口実にねもしかしたら買ったのかもしれないあでしょそのおで一人っ子じゃない私うん一人っ子なんです、ねうん、一人っ子だし親もゲームやる人じゃないから、うんなんだろう多分そんなに家庭用のさゲーム機あるじゃない、うん、そのスーファミとか64とかそれこそ、うん、ああいうみんなでこうやるみたいな感じのゲームをやる環境にはなかったのかもしれないああそうえじゃあ親は何のゲーム親ゲームしたことないってこと全く多分ないと思うじゃんけんのみんじゃんけんのみじゃんけんのみあっち向いてほいのみえ昭和の人じゃないのよあ昭和の人なんだけど昭和時代ケンケンパーのみじゃあ大正時代じゃないのよ鬼ごっこしようぜゲームしようぜってさ鬼ごっこするみたいなわかんないいやでもそうじゃないでもゲームしてないでもあれであのほらお父さんはパソコンとかでさマージャンゲームとかソリティアとかそういうのやってたマージャンとかやるってことねマージャンは多分やってないと思うのよマージャンゲームはやってたマージャンゲームやってたらマージャンやるでしょでもマージャンあでもうちの親もマージャンやんないのにマージャンゲームやっててしかもマージャンゲームは普通のマージャンゲームじゃなくて、うん、勝つと女の子が脱いでくゲームやってたわ
のなこれ違うんだよ。父親じゃねえんだよ。母親がやってたんだよ。なんでだよな、だから、あの、母親が麻雀やってると、ちょっと覗くのよ、俺。あの、女の子脱ぐから。うん。違うって。で、母親が負けると、あっ怒って。今日一の声量出すな、さ。リーチーとか言うと、うん。チロ。チロ、うん、ロンとかやったら、うん。脱げ。脱いだって終わり。なんか、微笑ましいね。でね、あの、クラシックかかんのよ。えチャンス来るぞ、クラス。何かかってたかな。でもね、あの、ショスタコかな。革命かしら、革命かかってたかな。ちょちょちょんちょん。ちょ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 。ロちょんちょんちょ。スーよ。脱げるか。このテンション。革命よ。すごい、ね。いやなんか脱衣麻雀やってたな、そういや。何脱衣麻雀って初めて聞いた。いや、でもさ、田舎のさ、ゲーセンとか行くと脱衣麻雀あるよ。あのね、私、ゲーセンもそんな行かなかったのよね。つか、町にゲーセンがなかった。福島って何、それ禁止令出てる？出てないよ。家庭用でゲームしないの禁止令。違う、そういうなんか風営法の厳しい版みたいなのないの？あのゲームやってるとこ見つかると取り上げられるとかあった？ない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 。ああ、でもそうか。だからそのなんだろうね、ポケモンとかはさ、そのやってたわけよ。あ、ポケモン、ね。でもなんかその近所でさ、通信ケーブルってあったじゃない？あったあった。通信ケーブル持ってるやつがやっぱり一番偉いの。まあ、まあ当時はね。そう。で公園に集まって、そいつの周りにみんな集まってポケモン交換してもらったりさ。その通信しないと進化しないやつとかいたじゃない、ポケモンで。いたいた。そう、そういうのをやって遊んで、うん、で多分その初めてテレビゲームっつうのは64なんだ。64で64何最初買ったの？これね、多分だけど、あの中古かなんかで安く売ってたゴルフゲームみたいなやつ、ミンゴルとかじゃない の、 あのポップなやつじゃなくて、マリオ。お父さんも多分それはちょっとやってたかもしんないんだけど。ああそう。なんかほんとなんか、なんでだって64買った時に自分の好きなソフト買わないの普通。あのね、多分これもマリオテニスとそれと2本ゲットしたんだと思うんだよね。あ、マリオテニスもゲットしてんだ。マリオテニスもゲットしたの確か。どっちが先か覚えてないけど、確かにその話を聞くと同時な気もするな。振動パックついてた？え？え？え、俺64の話してるよ。振動パック。ん？あったよ、あの後ろにカチャってつけると。ブーって震える振動パック。え、俺間違ってる？俺64持ってなかったよ。持ってたよ。俺64持ってなくて、プレイステーションから入ってるの、うん、でプレイステーションでぷよぷよやりだしてるんだけど、あの、え、振動パックあるよ多分。お、振動パック、うち63とかかもしれない。ちょっと旧型のね、旧型なのかもしれない。そう、なんかマリオテニスと、だから私テニスやったことないけど、マリオテニスはできるのね。あ、マリオテニスはできんだ。そう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 。あ、まあ、で、あとは、スマブラよ、それこそ。あ、スマブラね。まあ、スマブラ持ってるやつはもうあれだったもんね。やっぱ、そいつんち行くもんね。行くでしょ。ほんで、なんか、私、幼馴染に4人兄弟のやつがいたのよ。おー、いいね。4P までコントローラーが揃ってんのよ、そいつ。うわ、すごっ。で、4人ともいる日なんてまあないわけよ。だから、その、友達ん家行って、そいつがいる日に行くじゃん、うん、そうすると今日は弟だけいるとか、あのお姉ちゃんだけいるみたいな、うん、だからその、ま、混ぜてもらってやったりとかさ。確かに。でもさ、あのスマブラってやっぱ男子が強いイメージあったけど、うん、あのサキポンチでみんなでスマブラやった時に、あ、やったんですよ。渡辺教授結構強いなってなって、スマブラは覚えてたね。俺は持ってなかったけど、うん、やっぱスマブラってみんなやるから、ね、やるね。でもさ、あの女の子とやると大体全然あの戦えなくて、なんかつまんないみたいになるけど、うん、あんなに白熱するん。あれやっぱね、個人練習がすごいのよ、一人っ子だから。ああ、そうか。そう、家友達ん家行けばそれはみんなでさ楽しくできる。何回もあれやつけた、これこのハンドのやつ。いや、もう何回もやったよハンド。これもやつけた、こういうやつ。いや、どんどんしないでラジオ撮ってるから。わざわざ空中でやってんのに。あいつなんだっけ、あのミッキーの手みたいな、なんとかマスターみたいな名前だよ。マスターハンドだよ。マスターハンドだよ。持ってねえんだから俺は。なんで怒んのよ。持ってねえのよ、うん、俺は。でもあれゲーム一番やったのパワープロだよ。パワープロね。まあ野球部だったからね。あ、野球部ね。64もそうだしさ、私ね、パワープロ、私何、私ね、パワープロ友達ん家で大人になってからやって初めてやったんだけど、うん、あの90対0ぐらいで負けた。いや、そもそもそいつも90対0までやるやつすごいな。すごいね。普通さ、10対何とかなった瞬間にもうやめようぜってなんじゃん、うん、いや多分ね、私がボコボコにしたかった。まだまだっつって、まだこっからこっからっつって。絶対勝てないからね、うん、絶対勝てないけど1点ぐらい取りたかったんだよ多分。ああ、1点ぐらいね、うん、普通取らせてあげるけども、スローボールずっと投げれば打てるだろさすがに。スローボール、あの何もあのボタン押さずピッてボール投げるボタン押すとピュッ
投げるボールが多分空振ったんじゃない私か。スローボールも、まあ、タイミングあれ慣れなきゃ無理だよね。そう、操作も分かんないしさ、なんかさ打たれるじゃん、例えば私が守備側でさ打たれるとしてさ、うん、なんか後ろのさ外野の方でさ、うん、そのパワフルのキャラたちがさ、うん、みたいな感じでさ、あの、え、何その子はさ落下点も表示されないやつにしてたってこと。え、分かんないけど、ずるそいつ。そいつずるい、そいつなんて名前のやつ、後で教えるよ。ボコボコにしてやる俺の渡辺大久保傷つけたなっつって。お前のじゃねえからやめてくれいやいやいや、そうか、そうそう、だから中学生が体育の時間にやるバスケみたいな感じで、みんなわっちゃわっちゃボールに集まれみたいな感じになって、違うところあーあーみたいな、ね、だからすごい毎回ホームランみたいなね感じになるわけよ。一番やったゲーム何、渡辺大久保。それはテレビゲーム、それ今日こっちも全部ゲーム、うわ、ポケモン、あ、ポケモン、うん、あとこっちもって、あのマイムでやられてもラジオだから、ハンダで持つやつね、ちっちゃいね、うん、家庭用ゲーム機じゃないね、うん、持ち歩きできるやつね。ポケモンかな。あ、ポケモン、ポケモンの初代と金銀。あ、金銀ね。なんならうち今もやってるしね。あ、今もやってる金銀。その DS あるじゃないですか、うん、DS でその金銀ってポケモンの2代目のやつね、あれのリメイクのハートゴールドソウルシルバーっていうのが出たじゃないですか、うんうん、が DS で出てて未だにやってるもんね。あ、どれ最初やる、ちなみに3匹出てくるじゃん。ね、毎回変える。いや、あの毎回変えるの分かって、一番最初何選んだかよ。日の嵐。あ、日の嵐選んだ、可愛いじゃん。あー、日の嵐か、うん、俺ワニの子だったな。あー、ワニの子か。ワニの子、まあ日の嵐もいいけどね。あ、バグフーになるやつね。そう、バグ可愛いじゃん、あいつが一番可愛いんだよ。いや、可愛い、だったらチコリータも絶対可愛いだろ。チコリータは可愛くないだろ。いや、進化したらな、可愛いけど、可愛いのジャンルが違うんだよ。あれなんだ、もう別にいい、哺乳類でもねえだろあれ。いや、哺乳類ってジャンルじゃないじゃん、植物なんだから。そうだけどさ、もう哺乳類勝手に植物、知ってる、植物のくせにさ、ゴミ芝出さないで知ってるねえ、知ってる、チコリータって足ないけどさ、進化するとだんだん足できるじゃん。だから、いや、チコリータ足あるだろ。え、チコリータ足あんの。え、チコリータ 4足歩行でしょ。え、ナメクジみたいな感じじゃなかったっけ、チコリータって。え、キャラクター間違えてるよ。え、チコリータ足あるよ。チコリータは足ないよ。それ本当に金銀やってる、黄土色、ポケモン黄土色とかやってない。黄土色灰色なんてやってないよ。もう近いけど色が。さっきの人影もそうでさ、人影だからね、絶対。いや、絶対人影だ。なんか今日あれだね、ポケモンでさ、この争いが起きる。いや、ほんとだ、今すごい地響きが。うん、あなたとか結構。争いよ、これ。争いよ。そう、ポケモンはそう、ずっとやってるね。ポケモン、ずっとやってるじゃないですか。金銀で止まってるわけでしょ。うん、あ、でもその後に、ルビサファはやってないんだけど、うん、ダイヤモンドパールもやったし、ブラックホワイトもやった。まあ、その後は？その後はやってない。ほら、やってないじゃん。スイッチ持ってない。諦めてください。ね、知ってる？もうどうした？最大ゴミ芝。ロケット団って言ったでしょ？私たちが世代のポケモンのさ。はいはい、あれってさ、ポケモンを奪い取ってやるみたいなさ。うん、俺たちが悪さをしてかっこいいんだみたいなさ、うんうん、感じのさ、ちょっとガキっぽい悪役だったじゃない。うんうん、ダサいというか、うんうん。ブラックホワイトあたりの悪役に銀河団っていうのがいるの、ロケット団の代わりの人が、すごいよ、初めて会った時びっくりしちゃったもん。知ってる銀河団。銀河団の名前は知ってるけど、うん、俺だってさ、何やっけ、ウルトラムーンとかウルトラサンとかやってるから。あ、そう、まあ、なんとなくもうガキっぽいキャラクターは出てこない。むしろ頭いいから。びっくりしたの。むしろ頭いい。なんかその人たちの思想ってのが、人間はその野生で生きてるポケモンを捕まえて、あ、ちょっと待ってください、本当にポケモンは幸せ、もうあと1分もないので、すいません、その話もう終わりです。そういう、詳しく聞きたかったら渡辺大久保さんに直接話しかけて、ちょっと聞かせてくださいって言ってください。もう無理ね。昔のさ、ポケモンとは違う感じでさ。バイバーイ。バイバーイ。